覚悟はいいですか？ついにですね、この季節がやってまいりました。ねえ、ドラマじゃないですか。諦めたらね、試合終了って言葉ありますけど、勉強冒険団、どうもカーシュンです。皆さん勉強生活楽しんでますか？さて、ついにですね、この季節がやってまいりました。2024年秋季情報処理技術者試験まであと2週間でーす。ね、もう私ね、2年半前ぐらいから、毎回ね、この IPA の試験受けてますけれども、もう、マックの月見バーガーとか、ケンタのね、レッドホットチキンみたいな、エンジニアの年2回の風物詩的な気持ちになってきてますよね。皆さん、IPA の受験票届きましたか？ねえ、なくしちゃダメですよ。あと予定、ねえ、ちゃんと開けてますか？いいですか？そして、何より、覚悟はいいですか？ね、皆さんね、それぞれ、まあ、勉強、ね、進捗うまくいってる人、うまくいってない人、半ばちょっと諦めてる人、もう、やばいよって焦ってる人ね、まあ、いろいろいると思いますけれども、まあ、各言うですね、私の進捗でございますが、ちょっと前のね、動画でね、お話しさせていただいてるんですけれども、今回ですね、ちょっと私の今、病気の関係でですね、今回はなかなか追い込んで、こう勉強をするってことがなかなか体力的に厳しい感じになってますので、記念受験的な形にですね、今回なりますというね、お話をね、ちょっと前にしました。まあ、なんですけど、でもね、勉強ね、ちょっとずつはね、ほんとちょっとずつはね、してるんですよ。ええ。というのもね、なんか、記念受験だからって、ね、お金払ったからとりあえず試験だけ受ければいいやみたいな感じで、なんか、できることやんないで試験当日迎えたら、なんかね、きっと後悔するんだろうなっていうのをね、思ったんですよね。たとえね、なんか合格が難しそうだからと言って、ね、仕事終わりとか、学校通ってる人はね、学校終わりとかね、なんか、ショート動画見たりとか、X 見たり、して、なんかいつの間にか時間過ぎてたみたいな感じでなんか過ごすよりも、なんか10分でもほんと20分でもいいから、できる範囲でね、できる勉強をね、少しずつやっていって、試験日をね、なんか迎えたいなっていう気持ちになったんですよね。なんか、そっちの方がね、なんかもしかしたら 2% とか 3% ぐらい、ワンチャン受かるかもみたいな気持ちで、なんか楽しくね、こう試験受けられるんじゃないかなって思ったし、あと、なんか病気だから仕方ないよね。受かんなくてもいいよね。みたいなので受けると、なんかでも悔しさ残るなって。なんか病気だったんだけど、でもできることはやって、最善のね、勉強はちょっとずつやったよって。その結果だったら、なんか素直にね、その結果受け取れるんじゃないかなという気持ちになったので、はい。少しずつ今勉強進めてます。はい。あと、勉強のいいところはね、やった分ね、自分の身になりますからね。知識になりますから。これがなんか別の勉強に行きたいとか。またね、もう一回受け直すってなったらね、その時のためになりますから。なんか、諦めたらね、試合終了って言葉ありますけど、まあ、諦めちゃっても、楽しんじゃえば、勝ち試合みたいなね。まあ、とにかくね、あんまりね、なんかその、絶対合格しなきゃとか、合格しなかったら意味ないみたいな感じで、結果とかね、意味をこう、求めすぎずに、なんか、せっかくのなんかね、年2回のお祭りみたいなもんですから、試験自体はね、なんか楽しんでほしいなと。ね、自分も楽しみたいし、一緒に受ける人たちもみんなで楽しんでほしいなと、こういう動画をやってる限りはね、とても思います。あとね、これだけはね、これだけは断言できるんですけど、今、10月13日のね、情報処理技術者試験のためにね、頑張っている人はね、あなた一人ではありません。はい。どっかでね、今この瞬間もね、電車の中でね、勉強したりとか、お昼食べながらね、頑張ったり、お風呂沸くまでのね、ちょっとした間に動画見たりとか、寝る前の30分ね、目こすりながら頑張ったりね、みんなどっかでね、時間を作って、忙しい中ね、勉強を続けて、10月13日ね、試験会場に集結するわけですよ。そんな皆さんが。ね、ドラマじゃないですか。ね、だからね、ほんとそういう意味でもね、皆さんね、あと2週間ですけど、一緒にね、楽しく、ね、勉強頑張っていきましょうよ。ね、そして、10月13日ね、またお会いしましょう。ね、動画出すんでね、当日もきっと、そこになんか感想とかね、言い合えたらいいなと思います。はい。なのでね、それまでね、ほんとね、勉強も大事ですけど、くれぐれも健康にはね、気をつけてください。はい。病気した身なんでね、心から言いますけど、ほんとに健康にね、気をつけて、そこまで楽しんでね、勉強していけたらいいなと思っております。
はい、という、新宿のお話でした。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。というわけで、また次回お会いしましょう。 Study with me. バイバイ。